はい、花太鼓の皆さんです。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、2009年の抱負をちょっとお聞きしたいんですけども。そうですね、今年も去年に引き続いて今年は牛年なんですけど、猪突猛進で突っ走っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今年もよろしくお願いします。ご機会の皆さんです。はい、はい、今年もよろしくお願いします。はい、ではですね、2009年の、抱負をですねお聞きしたいんですけども、はいはい、今年はフランスの凱旋門の上で太鼓を叩きたいと思っております。はい、はい、OK です。その時はですね、ぜひ太鼓ちゃんが行くもですね、その取材をしたいと思います。はい、はい、じゃあ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。太鼓屋喜八さんです。今年もよろしくお願いします。はい、ではですね、2009年の抱負をちょっとお聞きしたいんですけど、はい、2009年、去年の2008年の時に、3月に僕こっちへ、行きまして、大阪の方からとりあえず去年は結構たくさん太鼓演奏させてもらいました。なんねんけど、何せ一人でやってるもんで友達がおれへんねんものすごい寂しいね。俺自身の性格的なもんもあるかもわからんけど、今年は友達を作りたいですね。なるほど。はい。わかりました。じゃあこれからもですね、たくさん太鼓叩いて、はい、お友達を、たくさん作ってください。ね、はい。喜八さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。埼玉スーパーアリーナに太鼓スタジオオープン。
れて心も体もリフレッシュ。子供から大人まで楽しめる無料体験レッスン実施中、和太鼓スタジオスワンド。いかがだったでしょうか。新年にふさわしいですね、イベントの模様でした。この模様ですね、来週も引き続き、お伝えしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。この番組は諏訪工芸の提供でお送りしました。